皆さんこんにちは。集客プロデューサーの神原です。どうぞよろしくお願いします。本日は初見3秒で決める DM チラシ集客実践勉強会の第1回目を行います。どうぞよろしくお願いします。最初にまず私の自己紹介をさせていただきます。だいぶ長いことがいろいろ書いてありますが、簡単に言いますと非常にダメな営業マンでした。大学を卒業しましてコピー機の飛び込み営業をしましたが、行く会社全てに断られて、もう仕事が大嫌いになって喫茶店で毎日サボっている営業マンでした。ところがですね、その喫茶店でサボっている時にたまたま相席になった保険の外交マンの方が A4 サイズの自己紹介のチラシを使ってこういうものですというふうに挨拶をされました。私はそれを見てひらめきました。自分が言いたいことをチラシにまとめてお客さんに渡せばきっとお客さんは読んでくれるに違いない。まあ10件、20件、30件に1件そういうところがあればいいかなと思って自分でチラシを残業して作りました。それのおかげでお客様に気に入られて、よその見積もりを見せてもらったり、競合の情報を知らせてもらったりして利益が一番取れるようになりました。これが私のチラシとのきっかけです。以降印刷部長にその業績が認められて印刷部に移動して、その後趣味の音楽を生かして音楽出版社に転職をしたというのが私の簡単な自己紹介です。どうぞよろしくお願いします。最初にこの勉強会で身につくことをご説明します。 Facebook 集客と DM 集客、どちらもこれがないとお客様は来ない。 DM を読んだ後人は何をするか、このデータが教える集客の重要ポイントとは、お店、会社の魅力が納得で伝わるコピーをどう書けばいいのか、パッと見て3秒で伝わるレイアウトは至って簡単なものだった、開封率が 100% の DM はここにあります。以上の点をご説明いたします。どうぞよろしくお願いします。本日のメニューです。3つの切り口でお話をします。1コピー、2レイアウト、3アフターフォロー、この3つです。非常にシンプルな付けになってます。お話の前に最初にいくつかお話を聞いてください。プロローグということで、まずどっちの土俵で戦いますかという話です。今先ほど申し上げましたように、今電子メールの DM というのはすごく主流ですよね。すごく多いです。それに対して紙の DM っていうのはちょっと時代遅れじゃないのっていうふうにお考えになる皆様も多いと思います。実際にどうかというと、競争数ということで確認をしてみますと、電子メールの DM は1週間に1人が78通受け取るというふうに言われています。それに対して紙の DM は1週間に 2.8 通という受け取りです。この競合の多い中でどちらをの土俵で戦いますかというのが私どものご提案です。そして電子メールの DM の方は最悪、見ずにそのままゴミ箱行きですね、迷惑メールフォルダ、これに行く可能性があります。それに対して紙の DM の場合はゴミ箱に行っても必ず見ながらゴミ箱に行きます。大事な情報だったらどうなのかな、もしかしたらこれは知り合いから来たものかもしれない、必ずチェックをしてからゴミ箱に行きます。同時に人間は物を捨てることに対する抵抗感というのがすごくあります。そういった意味で紙の DM というのは非常に優位に立つことができます。2番目ですね、 DM の3つの目的というお話をします。 DM の目的は大きく分けて3つあります。1つ目、お知らせコースという名前をつけてますが、目的はお客様を探すということです。対象としては一般人に対して、特に決めてない方に対して大きく出すということですね。2番目がきっかけコースということで、お客様を作るという作業です。これはすでに見込み客、この方に来てもらいたいな、この方とちょっとお付き合いがあるのでぜひもっと来ていただきたいという方に対して送るものです。3番目がやみつきコース、お客様を引きつける機能があります。これは既存客に対して立てます。今来ているお客様にもっとよく行っ
っぱい来てもらいたい。月に1回いらっしゃる方に月に2回来てもらいたい。週1回いらっしゃる方に週2回来ていただきたいという DM です。これをメッセージを何を伝えるかによって分けなければいけません。お知らせコース、お客様を探すということはという点では一度来てみてくださいという案内を出します。きっかけ、お客様を作るときには今がチャンスですよということで特別な割引やクーポンを提供することでお客様の背中を押してあげることができます。3番目ですね、お客様を引き寄せる、引きつけるということでは既存客に対してですね、あなたは私たちにとってとても大切な人ですというふうにアピールすることによって何度も来ていただくことができるということです。これがプロローグの2番目です。3番目、開けられない工夫、捨てられない工夫、開けてもらう工夫はないのかということです。世間でよく一般的に言われているのは、開けてもらうには高級で素敵な封筒を使うとなんかいい人から来たのかなと思ってこう思わず開けてしまう、もしくは封筒にですね、大切なお知らせ、サンプル在中、必ずご開封ください、割引券在中というふうに印刷をしておくとですね、まあ、どんなものだか見てみようということで開けてもらえますね。あと宛名を手書きにするというのもテクニックであります。まるで個人から来た手紙のような形でアピールするわけですね。当然別のでなくて切手を貼るという機能があります。こんな工夫もありますね。これはある出版社から出ている成功する DM の極意という本ですけども、ここには素晴らしい DM が出てます。開けると絵本になっているとか、綺麗なパッケージになって商品サンプルが入っているとか、商品を開発した思いがいっぱい綴られている小冊子がついているというものですね。で、私はふとここで思ったんです。これって広告代理店や印刷屋さんが儲かる DM なんじゃないかなと思ったのです。私のスタンスはですね、 DM が出す会社が儲けるためのものであるというふうに私は考えています。そういった意味でちょっと今日はもちろんこういう DM すごく素敵でお客様から指示がいっぱいされて反応率も高いです。だけどコストもいっぱいかかります。ですからそれを抜いた中小の会社のための DM 作りを今日もお話しします。 DM で一番大切なことは ROI です。 ROI というのは投資利益率と呼ばれています。投資に対して利益がどのぐらいかかるか、利益をどのぐらい取れるかということが大事なポイントになります。投資利益率の高いチラシ DM でなければお金を毒に捨てるのと同じです。これを気をつけてご覧ください。でそもそも開けてもらわなくていい DM ってないかなっていうふうに私は考えました。小さいですね、はがきですね。これもはがきも大きくしちゃったら開けてもらえないでずっといっぱい読んでもらえるというふうに私は思っています。これを私は商品名ベネディエムという名前で A4 サイズのハガキをご提案しています。で、この特徴としてはですね、1、目立つ。ポストに A4 サイズの厚紙が入っているわけですから当然目立ちます。抜群の情報量、ハガキに比べて4倍の面積があります。安いということで印刷と送料で約150円くらいで送ることができたり、電話でのフォローが可能です。途絶えた費用ネットで調べられますので、こういう DM が届きましたけどいかがですかという問い合わせをすることが可能です。今日はこれを作ってみましょう。じゃあ人はどんな DM なら読むでしょうかということでポイントをお話しします。自分のお気に入りから来たもの、興味がある内容、自分にとってちょうどいいタイミング、自分に必要なもの、目を引く表現法、この5つが読んでもらうための対策です。その中で自分に必要なものということに焦点を当ててこれからお話をします。これがベネフィットです。このベネフィットを示す部分としてはコピーが切り口として考えられます。コピーを使って自分に必要あるものと思ってもらうということが大切なポイントになります。ベネフィットとは一体何でしょうか。英語辞典でいきますと、ベネフィットは個人または集団の幸福につながる利益というふうに書いています。それに対応する言葉としてプロフィットは物質
素敵または金銭上の利益、そしてメリットは特徴、利点というふうに描かれています。私が独立の1年前に一度やってみたかった東京ディズニーランドでキャストを務めていました。そこで東京ディズニーランドが提供しているのはメリット、特徴やですね、プロフィット、金銭的価値を超えたベネフィット、人の幸福につながる利益だということに気づきました。ディズニーランドの驚異のリピート率 98% はここから生まれているんだと気づきました。図にするとこういう状態です。メリット、特徴ですね、強みで、多く経営的にはスロット分析を使って計算します、調べます。その上に乗っているのがプロフィットですね。安さ、提供する、費用対効果を訴える、 ROI を訴える、で PL に現れるんです。それを超えたベネフィット、幸福になるっていう部分を強く出しましょう。ということでベネフィットに関してはこんな例を見てください。ある日うちに帰ったらこんなカードがポストに入ってました。あなたはどう行動しますかということですね。おそらく無視しますよね。怖いとかっていうイメージはあるかもしれませんけどね。これは結婚してくださいと言いながら結婚したらどうなるかが何も書いてないわけですね。つまりベネフィットを示しなさいということでうまくいかない DM だったということで、じゃあここではどうでしょう。あなたを幸せにします、だから結婚してください。でも結婚したらどうなるのかのベネフィット根拠は出てます。だけど根拠が出てませんね。ベネフィットは出てますけども根拠が出てませんから本当に大丈夫なのっていう不安があります。皆さんの DM はおそらくこういうことをやっていませんかというご提案です。どういう内容だったらこの人に会ってみようかというふうに思う気持ちになるでしょうか。DM を作る、コピーを書く、大きなポイントの一つになります。ここでワークを一つやっていただきます。自分に必要あると思うと思ってもらうということで、あなたの会社、お店のベネフィットは何でしょうか。その根拠と一緒に考えてください。で、隣の人とお話しくださいというのが私が普段セミナーでやっているワークです。ここにお客さんがいるわけですね。なんか悩んでますね。それがあなたの会社とかお店に来ることによって幸せになるということを一つの文章で表す。これが一つコピー作りのポイントになります。平たく言いますと、私の会社お店の何々は何々のあなたに何々をお届けします、それは何々だからですというアプローチの仕方が一番やりやすい方法です。具体的な例を申し上げます。焼き鳥屋さんの例です。で、今日も一日頑張って働いた人にお店は薩摩地鶏を使った備長炭炭火焼きの焼き鳥を手軽な価格で提供します。で、ベネフィット1、一口食べれば口の中は肉汁たっぷり、なんか食べたくなりますね。2、だからビールが止まらない、レベル3、これで明日も頑張るぞ。このような展開でもってお話をすることによって、ここを出してくることによって、あ、行ってみようかなっていう気になります。この文章が、私のお店何々は、今日も一日頑張って働いたあなたに、一口食べれば口の中は肉汁たっぷりお届けします。それは、薩摩地鶏と備長炭炭火焼きを手頃な価格で提供しているからです。という意味のことを一つまとめて書いてあげればいいわけです。自分に必要あると思うものを思ってもらうということで、これをぜひ考えてみてください。で、大事な点を一つ申し上げます。ここに写っているのは太陽の光を虫眼鏡に当てるという図です。お分かりいただけますね。ベネフィット経営の強みはDM チラシを軸としたフォーカスです。で、うちのお店はこういう形でこれからやっていきたい、うちの会社はこういう方法でやっていきたいというふうなものが DM チラシとして形として見ることができます。それによって従業員の皆さんもお客さんも共通の認識でもって先に進めることができます。以上が第1回です。どうもありがとうございます。